箱の中の失落は、竹本賢治による推理小説。小説雑誌、玄永上において、1977年4月から1978年2月まで連載されていた作品で、竹本の賞状作にあたる。探偵小説でありながら、探偵小説を否定する、いわゆる反推理小説、アンチミステリーという体裁をとっている。小栗虫太郎の国士館殺人事件。 夢の旧作のドグラマグラ、中井秀夫の虚無への供物といった、いわゆる三大奇書に強い影響を受けており、これら三つの作品に箱の中の失落を加えて四大奇書と呼ぶという見方もある。本作は明らごとに虚実が反転するというメタフィクション的な構成になっている。つまり、奇数章の世界においては、偶数章はナイルズの執筆した実名小説、 いかにして密室は作られたかの一部であり、偶数章の世界においては、奇数章の方が、いかにして密室は作られたかの一部である。読者は、現実と虚構に挟まれる、明定感を味わうことができる。1978年7月に単行本として、まとめられ幻現営場から刊行1983年12月に、講談社から文庫版。1991年11月に、 講談社ノベルスとして、再販、2002年10月に、双葉社から文庫版が出版されたが、これらはすべて絶版。2015年に講談社から新装版として、再び文庫化された。国内台湾サイドストーリー原型となった作品。ありがとうございます。